ィスシオン FM しきたりアカデミー。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは家族葬の現場から。オフィスシオンで働いている女性スタッフが仕事を通じて日々感じたことをブログに書いています。その中から毎日1話ずつご紹介していきましょう。今日ご紹介しますのは成年後見人です。成年後見人が獅子玉を務める葬儀を担当していますが、まだまだこういうことは広くに知られていないので、役所の手続きなどには少し手間取りましたけれども、これからはこういった形ももっと増えてくると思います。私もこの制度については昨年東京にいろいろと勉強に行かせてもらったり、行政書士の先生と安心指導に取り組んだりして知りました。きっとその前の私でしたら、成年後見人という言葉すらわからなかったと思います。ご紹介いただいた方は、こういった取り組みをできている葬儀社さんはそんなにないからとても安心しましたとおっしゃっていただきました。こういうところに目をつけて新しいことをどんどんと前へ進めていける社長にはいつも驚かされています。まだまだ実際の数は少ないですけど、これも一つのノウハウとなり、いろいろなハプニングも経験して実力として携わっていくのでしょう。今回ご紹介していますのは家族葬の現場から、オフィスションで働いている女性スタッフのブログをご紹介しています。本日の内容はオフィスションホームページでもご覧いただけます。そして今回1月5日発売のオフィスションの寺尾社長監修の漫画で丸わかり、初めてのお葬式をプレゼントいたします。難しい、分かりにくいと思われがちなお葬式について事前に知っておくこと、葬儀者を決めるまで当日を迎えてなど、漫画で分かりやすく紹介していきます。また皆様からの質問やご意見ご感想を募集しています。本ご希望の方、そしてご質問などは住所氏名を書きの上、メールの場合は info@nara.fm、 ファックスの場合は 0742248422、郵便の場合は郵便番号 630-8334、 奈良市西野新野町43番地、奈良 .fm オフィスシオンの係までお送りください。オフィスシオン FM しきたりアカデミー。このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りしました。